えー、小松明教会長、研修長、そしてね、イップさんと一緒に、ずっとな謎、全国、世界5カ所同時交流プロジェクト発信に向けて、結びの挨拶をお願いいたします、えー、このず,ずっとなというのは、ヨーロッパ、アメリカでは広く知られてるんですけども、アジアではほとんど知られてないですね。で、知られてないことを最大限に生かしてですね、えー、この私、ヒントになったらトリューのくわなんですね。トリオンののといいうはご存知だと思いますけども この、まず目に見える形ですね。そして、えー、花火の絵で有名な山下清さんがね、爆弾を作ることをやめて花火をすればいいのに、有名な言葉ですね。せっかくここ、新珠湖は素晴らしい。この新珠湖のここをですね、私はぜひ世界一の花火のメッカに持っていきたいと。 じゃあ、どうすればいいか。何かいいアイデアがある人、ちょっと手を挙げてみませんか。ありませんかこの中で、あのようにお金を持っていける人、手を挙げてください。いませんね。あのように行く人が、ぜひ私のお金を使ってください。ぜひお願いします。という具合に言って、あのように行っていただける。それのお金で花火を当てる。 そしたら、この日本、島根県のこの新事項、そして中身そしてそれを日本海に広げる。世界中にはたくさんの適齢期になる方がいらっしゃる。私も適齢期の一人でございます。要は、そういう心を踊るようなプロジェクトが必要なんです。たったそれだけです。 これは、やろう声を上げればいいんですよ。まあ、心の中にそんな大きなお金をお持ちの方はあんまりいらっしゃらないと思いますんで。ということは、我々はいただく方にもあるわけですよ。私は10万円のお金から、ここまで作りました。どこから始まるか。まず、思うことから始まる。思うには3段階あります。田んぼの谷の下に、心。 思ってもすぐ忘れる。でも、ほとんどの人は思わない。中に来ますと、相手の下の心。この人と話をするとそうなるけども、でも、また他の人とも話しますんで、いつしか忘れてしまう。でも、その人と会うと、その話になる。これは広がりません。一番上に来ます。今の下の心、念であります。 年ずれは花開く。ア田ダミさんがよく使っている言葉です。しかし、花は一人咲いても、春は来ないんです。いろんな花が咲き乱れてこそ、春になります。じゃあ皆さん、咲き乱れと何が起きますか蝶が飛んでくるんですよ。そうすると蝶が飛んできて、メシベとオシベをくっつける。そうすると、そこで蜜が生まれる。 そうすると、そこにミツバチがやってきます。そうするとミツバチがみんな取っちゃうか。違いますね。人間様がちょっと横取りしちゃうんです。違いますね。それだけで。もちろんそれもありますけども、それだけであります。下に落ちるんです。落ちると、そこにはアリがやってきます。そうする、その時期になると、今日は天気もいいし、花見に行こうと。こういうことになります。そして、子供さんを連れて、 今日も子供さんが生まれました。子供さんがいなかったら未来はないんですね。そういった花見に行く。そうしますと、お母ちゃん、うんちとかやるね。なぜうんってうか。うんというのは、うんこが出なくなったら終わりなんですよ。だから私は、うんこの事業、うんこの情報の事業を心に身をつけて展開したんです。 そして、そうするとどうするかというと、公衆電話、電話じゃないですね。公衆トイレはどこって、公衆トイレはあるわけないんですね。そうすると、どっかね、えー、の方に行って、そして、ここで、うんちしなさいと。で、どうするかというと、ね、お尻を拭いて、うんこまで持って帰る人はいないんですね。ほとんどの方がまだ下たうんこは持って帰らないんですね。 そうすると、ティッシュをで、そしてナイロンブックに積んでお持ち帰りになると。こういうことですね。そうすると、まあ、臭いですね。はい、これからポイントです。これからどういうことが起きますかそこには、うん、うん、と言ってって、銀牌さんがやってくるんですよ。 灰ではありませんよ。灰は食べ、人間が好む食べ物よ。銀灰さんは食べ物には向きもしません。うんちにやってくるんですよ。じゃあなぜうんちにやってきますか灰、はい。ご存知の方は手を挙げてくれ。シャネルなんですよ、これは。そこによって、うんちの周りに銀灰がうわーっとね、群がります。羽に、うんこの、 香りをつける。そして、バーンと飛んでいくんですよ。すると、その香り、その香りに見つけて、と異性がそして、めでたし、めでたしということで生命が巡行する。そうすると、そのうんちの周りは匂いがほとんどしなくなりますそして、そこに雨が降ると、それは小屋子になっていく。 これが生命の循環。これが運がつくということだ。物事を深く広く、本質とは何か。運行が出なくなったら閉ですよ、皆さん。要は、何が言いたいかというと、循環こそが鍵なんです。ということは、あの世にお金が持っていからそのお金がどこに、 日本の経済、政治、もう崩壊寸前です。誰が見ても世界中から見て当たり前です。でも、崩壊ってことは非常にありがたいことなんです。次の新しいものが生まれる前夜ということなんです。その段取りは全て終わりました。なぜか、今日のこの模様は全てズームで収録されています。 そしてこれをいろいろアレンジして今日は日本海新聞さんがお見になっています。私が世界の20人の人になったのは決定的な理由があります。何だと思いますか簡単ですよ。この日本海、対立通明がずっと続いてきました。 そしてここにあの大英帝国、イギリスの空母がセズン河を越えてわざわざここまで来たんです。そして今は中国、ロシア、あるいはアメリカの原子力潜水艦、日本海の中にはうヨいよしています。今北朝鮮がボタン一つでば、島根県の原発、あるいは日本の原発、一発で終わります。 もうね。原発が事故あったらどうするか。避難ごっこ。ごっこはもうやめましょう。いいか減にしてください。私も何人かに聞いてみました。おばあちゃん、避難しますかいや、わしゃ、もうここでいいよと。もう子供や孫はここからみんな出て行ったが、わしゃ、ここでいいから。ほとんどの人がそうですよ。 避難ごっこをして、ポケットにお金を入れてるのは誰ですか世界がここを見てるんですよ。そして死んだ後も、永遠に、その人はどういう人であったか。子供、孫の代まで、どういう親を持ったか、どういうおじいさんを持ったか、おばあさんを持ったか。永遠に残るんですよ。 ボタン一つでパッと出てきます。世界中どこへ行ってもボタン一発で出てくるんでしょだから今日皆さんは非常にラッキーです。ぜひ皆さんの知人にこの話をしてですね、新しい時代をここから作る。準備を私は30年かけて断念してきました。 一人一人が今から弾道してももう無理です。この弾道したこれに、私も一緒に乗ります。一緒に乗ればいいんですよ。ただそれだけです。飛行機ではありませんから落ちることはありません。このプロジェクトに乗ればいいリスクゼロです。なぜか誰が聞いても、 なるほどだからです。今、世界中で何が起きてるか。世代間対立が起きています。おじいさん、おばあちゃん、私は絶対に許してない。どうしたの友達が、みんな、聞いちゃったと。聞いてみたら、おじいちゃん、おばあちゃんのせいだって分かった。 私はどうして生き,生きていけばいいのよと。それがネットで顔写真で人類の敵だこれぐらい恐ろしいことないんですよ。この顔写真でその言葉は世界中どこからからでも誰でも対象できるんですよ。じゃあそうじゃないってことを、じゃあ話して。 話すことはできません。喋ってみんなボケをってくる。これが今その前夜なんです。す私はそういうのをいろいろ研究して前もって、こういうことを断道りせずに言うのは、これはダメです。これは狼少年です。79歳は少年と言いません。ね 私はクソジジーなんですよね。クソの情報をもとにした。で、これをぜひですね、今日から、この銅像を設置するプロジェクトを、みんなでやろうと。たったそれだけです。ぜひ声を上げて、同じ 新しい未来を日本でただ一つ縁結びと言われているこのそして新宿中海大戦権。そしてまた韓国北朝鮮。声をかけて、私は声をかけて、相手が話が乗って、話が話を聞いていただける。ただ一人の人だと確信をしております。じゃあその確信の根拠は何かということは、この展示場がございますので。 展示場を見ていただければ、あこういうことかと。このものがすべて揃っておりますので、もし時間の許す方はご覧いただきまして、質問いただければ、大変私は光栄に存じます。今日はどうも長時間ありがとうございました。えー、この後、私の話を受けて、一、え、夫、ー、さんがさっきまではちょっと一服しておられましたので、これからエネルギーがたく,たくさん高いとおりますから、 よろしくお願い,いたします。皆さん、私も今、あの、社長様のお,お話をお伺いしていましたら、本当に私自身もですよね、ただ、ただ感動するだけです。私も社長様とお知り合いになって、すでに10年以上ですけれども、この社長様のこの熱心さ、これに私もですよね、心ゆかり。そして私もできれば、このウィンですよね、5カ国の 一箇所のウインなぜウィンかと言いましたらやはりベリタップもずっとな少しばかり歴史的なお話になるかとも思いますけれどこの当時オーストリアっていうのはですね非常に 19世紀ぐらいまでには、現在の10カ国ぐらいを支配していた時代もあったわけなんですよね。っていうのは、現在のチェコクの方から、ハンガリーの方から、ウクライナの一部あたり、レンベルカあたりですけど、そのあたりもです。ポーランドの方から、ルーマニアの方から、かつてのユーゴスレブ、ましてやあのイタリアのゥリエスターですよね。そのあたりとか、スティロールあたりの、すべて多民族国家だったわけなのです。このオーストラリアも。しかし、 あの第一次世界大戦、サラエボで暗殺されたフランス・フェルトナンド対抗、皇位継承者でありましたあ。この方がサラエボで暗殺されたことが第一次世界大戦として勃発していくわけなのですけれども、先ほども言いましたように、 あの、当時のフランス、ヨーセフ、一世皇帝は、そのサライボで暗殺後の1ヶ月後に、セルビア側に宣戦布告をしたわけなんです。そういったところから第一世界戦があっという間に。 その世界大戦が終了したのが1918年だわけなんですけれども、それとともにこのハプスブルク帝国も解体したわけなのです。十何カ国まだ支配していた時代っていうのもあったわけなんですけれども、第一世界大戦をもって終了いたしましたので、残念です。しかし、ベータフォンズ・とッナーは本来でしたら現在は チェコのプラハで誕生されたわけなのですけれど、当時彼が誕生しました1843年っていうのはまだオーストリア領だったわけなんですよね。だから本来はオーストリア人だったのです。そしてお亡くなりになったのは本当に現在のウィンの街でベルタフォームずっとなお亡くなりになったわけなのです。そういった関係からですよね。私もぜひこのウィンに 私自身が住んでいる町、私も非常に愛している町ですけれど、このぜひ、ウィンにですよ、このベリタフムツットナーの銅像を寄贈していただければと思いまして、小松社長様にいろいろとお願いしたわけなのです。社長様、ぜひお願いいたします。え皆さんの、ねえー、賛同があって、そしてどんどんこれが広がれ,れば、これは一気に実現します。銅像は全部できています。で韓国の小松小宮に置いてあるのは、 上がオランダ製で、下は日本製です。あそこだけが分断国家になっていますんで。で、えー、これをよしやろうと言わない人は、賛成しないとは何になると思いますか人類の敵である。顔写真つけて出してしまえ。だってミサイル撃たれたらどうにもならないんです。北朝鮮がなぜああいう具合になってきたのか。 それは全部ホームページに載っています。今日の資料にもみんな載っています。私は、あの娘さんを出されてきたのは、アインシュタインが言った、我々はまだ人類は愛の爆弾というのがある。それはまだ誰も使ってないし、使われる、使えるような環境が整ってない。こう言ってました。我々は今日、この愛の爆弾というものを使える状況を今日のシンポジウムによって、これを全世界に こにによよ。って、んでできるんですよもう一度言います。ミサイル一発追われたら終わりですよ。日本はそういう具合にして満州中国や行,って行ったんですよ。やった人間は忘れてもやられた人は忘れるんですよ。そして そういう記念館、中国だけでも200カ所以上、韓国一つものすごく作っています。そしてこ、幼稚園の時から徹底的に教育しています。じゃあ、同性病学。長崎大学の高橋先生という方が素晴らしいアイデアを出されました。戦前責任、戦中責任、戦後責任、戦争を3つに分ける。 我々にあるのは、私が生まれたのは、終戦、戦争が終わって、時には2歳です。私になぜあの戦争を防げなかったのか。そういうことを言う人やありません。あの戦争の中身は何だと。アヘンを使って、ボロボロにして、そしてそのお金で日本の国庫は自民党を作ったゃないか。それも私が生まれる前です。あるのは戦後責任なんです。 戦後責任とは、どういう背景で、どういうプロセスで歴史が、中で現代があるのか。そしてそれをどのように生かすのか。なくなってく、ガサ地区でたくさんの子供が亡くなっています。この映像を作った人も、もうどうなってるかわかりません。皆さんもこれをみんな見てるわけです。知らないとも言わせません。ですから、これを受け止めて、 未来を作る義務と責任があるんです。自分が人間だという認識があればね、こういうことなんです。まさにこれから知事と市長と直談判します。いつかのか、ヤバスタ職員じゃないけども、このままの政治やるんだったら、俺を殺して帰けと。 かっこいいでしょこれやっぱ79歳ぐらいになるとね、もう先は短いからね、まあこの際ね、お,お立ち回りや,やろうと、そんな気持ちになるんですよ。でもならない人もいますけど、私はね、こんな素晴らしい人生はないんですよ。もう子供も私の子供はこの辺にはいませんから。だから、思う存分やれる体制を作ったんです。でもそのことは皆さんが正面立つ必る。皆さんは横に折ればいいんです。 まあ、いろんなことを申し上げましたけども、今日縁あってここで来られた方、そして縁あってここに来られた方の奥さんや、もうみんな同じの一連卓上ですから、まあ、いろんなお申し上げこと申し上げましたけど、<laughs> はい、こちらの方にですね、えー、これはあーポーランドですね。はい、ポーランドの聖十字、ワルシャワ聖十字教会というショパンの心臓がに埋められて、<laughs> ここで先ほど言いましたね、あれエドワードさんがね、はい、オペラを。 演じられました、えー、私のこういうあれを持ってね、小松電器を去った人もたくさんいらっしゃいます。私は、失内止めなかった。私はそういう教育をして、外へ出る。出れば、いろんなところ、私も転職しました。小松電器はたくさん辞めています。私は誰も止めません。なぜか、もううちの仕事はここでは難しいんですよ。ですから、ビジネスモデルを根本的に変えないかす そういうことをいろんなことを総合的に考えて、そしてうちのお客さんを代理店、施工店、みんなそこで生きていかないかそういうことを総合的に考えて、こういう結論に至って、そのためにその準備をして、その準備がほとんど終わって、今日はその最後の仕上げの段階の回と、こういうふうに思っていただけば、ここに小林さんも来ておりますけど、南京の記念館に行って、そして南京の記念館に何を見てきたか。 国際慰安婦記念館、すざまじいものをバックアップしているのはドイツです。そしてその日本がやめて使ったスロ施設がそのまま残してあります。日本語で。日本で報道されていません。さ、この佐野さんと一緒に行って見ていただきます。そういう話もぜひ、小林社長はちょっとオーバーだから、ちょっと確認取ろうということだったら、こ,こに小林さん、えー、そして佐野さんいらっしゃいますんで。 話を聞いていただいたら、私の方から以上です。ありがとうございます。じゃあ、最後に、せっかくですね、今日ですね、このずっとな、全国、世界、ご家族同時混流、ご賛同いただけるかどうか、皆様に拍手でいかがでしょうか。では、ご賛同、ぜひ、我々という方、拍手お願いいたします。